外壁塗装専門店 UK 装チャンネルスタッフインタビュー。こんにちは、 MC の川岸優香です。今回はですね、スタッフインタビューをお届けしたいと思います。香川県高松市の株式会社 UK 装、天野さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。簡単にじゃあまずは自己紹介をお願いいたします。株式会社 UK 装の天野と申します。香川県高松市を中心に一般建築のお家の塗装の方をさせていただいております。はい。その有建装のお仕事の中では、はい、もう塗装一本でやってらっしゃるんですか？そうですね、基本的に塗装一本です。あ、そうなんですか。はい。なんかこうお客様と直接お話ししたりっていうのは、僕が職人として現場に入ったり、はい、あとお客様との打ち合わせとか、うん、と現場管理っていうのをさせていただいて、はい。あ、じゃあ実際に塗装されている方が、はい、まあ、その営業というかそういう活動も行ってらっしゃる。そうですね。でもこれってお客様からとったらすごい安心なことですよね。そうですよね。よくある会社さんの営業マンっていうのは現場を知らないので、はい、データとかは知ってるけども、うん、現場の状況に応じて臨機応変っていうのができないので、うん、やっぱりその辺は現場を知ってる人間が営業する方が臨機応変にも対応できますし。そうですよね、はい。じゃあ有権有建装の中で営業を行ってらっしゃる方っていうのはもう必ず職人もやってらっしゃる方？そうですね、もう職人じゃないと営業マンっていうのはいませんので。あ、やる、これも一つのね、やっぱ安心材料というか。そうですね、はい、ね、これこうしたらいいですかっていう相談にも素早く答えていただく。そうですね、もう対応が早いので。なるほど、はい。じゃあそんな有建装という会社と出会ったそのきっかけなんかも教えてください。21年前に有建装の社長の方らと同じ塗装屋さんで一緒に仕事をしてて、はい、でその後タタラの方が独立をして、うん、でそこから半年ぐらいですかね、はい、その後に僕も有建装に入ったという感じです。かなりじゃあ長いお付き合い。そうですね、もう20年以上は経ちますね。じゃあそんな天野さんから見た有建装という会社、はい、どんな会社ですか？やっぱり社長のタタラがあんまオラオラ系ではないので。確かに、はい、うん、なのでスタッフ全員がフランクに現場でも笑いながら仕事をして、わきあいで仕事をしながら、なので、まあ、お客様からは楽しそうに仕事してるねっていうのは、はあ、言っていただいてます。これいいですよね、はい。なんかたまにね、なんかちょっと工事してる喧嘩の声とか怖いじゃないですか、はい、やっぱ家の中でその声だけわらわらっていうのもなんか気分がね良くないので、うんうん、だったらこうニコニコお互い笑いながら仕事してる方がお客様も安心できますし、うん、はい、確かにそれはいいことですよね、はい。じゃあこの塗装というお仕事に感じるその魅力だったりとかやりがいっていうのはどういったところですかね？やっぱり一番はお家を建てて10年20年経ってから、まあ、汚れてきたり傷んできたりしたところから塗装することでピカピカになって綺麗になってお客様が感動して喜んでいただける、はい、それが一番の魅力ですかね。はい、直接こうお客様からお言葉とかいただいたり？そうですね、もう中には泣いて喜んでいただくお客様もいましたね。はい、そうですか、はい、それなんか特別な気持ちになりますよね。そうですね、やっぱり一生に一回のね、うん、やっぱ買い物のお家なんで、それを綺麗に生まれ変わらせるっていうのは魅力ですね。はい、輝きをまた、そうですね、え、はい、演出できるのも素敵だなと思うんですけど、はいはい、その有建装と他社比べた時にここが違う、ここがやっぱりいいとこだなと思うところを教えてください。他社さんとの違いはやっぱり塗膜塗料の厚みが全然違います。あ、それね、タタラさんもおっしゃってました、はい、やっぱそうなんですか？たまに塗料メーカーの人が現場に来るんですけど、はい、そのメーカーの人が使ってる材料とか見て、はい、こんなにたくさん塗ってる会社って有建装以外ないってメーカーの人が言うぐらいもうたっぷり塗ってますんで、もうメーカーさんが言うってことはもう本当に。そうですよね、有建装の中だけでは実際それが厚いのか薄いのかもわからないんですけど、はい、うん、メーカーの人が言うんだからもう間違いなく他社さんよりは分厚く塗れてるんだろうなっていうのは実感しますね。まだもう本当に丁寧に、はい、緻密にやってらっしゃる、はい、っていうことですよね、はい。でそんな天野さんはその打ち合わせなんかにも入られることあるということですけども、はいはい、そういった打ち合わせの時にこう気をつけてること、心がけてることって？塗り替えとかって、はい、1000円2000円の安い買い物ではないんで、うん、お客様って不安になる部分って多いと思うので、はい、やっぱり理想の形っていうのがあるんですけど、うん、それを言語化できないんで、まあ、お客様と一緒にそれを具体的に
理想に近づけるようにっていうのは心がけて打ち合わせはさせていただいてます。結構時間はかけられるんですか？そうですね、場合によっては1時間、うん、2時間以上かけて、ここの部分はこの色で、はい、みたいな感じで話は進めていっております。まあもうしっかり、ね、あのまあお客様が満足するまで、納得するまでお話し合いは進めていくっていうことですね、はい、その塗装工事ってやっぱりその有権層さんのような、まあちゃんと打ち合わせしてってやってくださるところばっかりじゃないと聞きますけども。そうですよね、香川県の方は有権層にってなりますけど、もともと遠方の方だったらちょっとどういうところで見極めたらいいのかなっていうところを聞きたいと思うんですけれども、こういうところちょっとこういうことを言う業者は気をつけた方がいいよっていうのがもしありましたら。そうですね、やっぱり一方的にお客様の意見を聞かず、はい、でもこの色でいきましょうとか、この材料でいきましょうっていう、はい、もう一方的に話を聞いてくれない業者さんは気をつけた方がいいですね。そうですね、はい、ちょっとじゃあそれはもう皆さんにも念頭に置いていただいて、そうですね、気をつけていただきたいと思いますけれども、はいはい、これからですね塗装工事を検討している方々、今この動画見てらっしゃると思うんですけれども、はい、そんな方々にメッセージありましたらよろしくお願いします、はい、僕たち有権層では最高の職人が最高の技術を持ってお客様のお家をきれいにして、お客様の納得のいくように仕上げていくように心がけておりますので、ぜひまあご相談からでもしていただければと思います。よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします。塗装工事の件で有権層にご相談をしたいという方は、説明欄にホームページの URL を記載しております。お気軽にご相談ください。本日はですね、株式会社有権層の天野さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。また次回の動画でもお会いいたしましょう。さよなら。さよなら。